AI の暴走っていうので、うん、とんでもないことが起こるっていうのは、はい、多分間違いなく起こると思うんですよ。あ、そうですか。もう誰も予期してないし、意図もしてないし、地震とか山火事とかと多分同じレベルの災害。天気予報みたいに今日の AI の暴走はこの地域ですとか、うん、はい、完全にこれ人間が作ったものになっていると、うん、その誰だこの AI の暴走を、はい、責任者出せと言って、はい、全く自然と一緒だからもう言ってもしょうがないよっていうのが、 AI が出てきた時にみんながすごくクリエイティブになるわけじゃなくて、なんかダラッとしちゃわないかな、うん、ダラッとしたり、うん、喧嘩するのもいいんじゃねって思ってるんですよ実は僕だからこの本では、うん、いろんなんかそもそもさ、なんでこうなってんだっけとか、はい、あれこうおかしくないとか、常識当たり前ってことになってるけど本当に当たり前かなみたいなことをいっぱい問いとして80個ぐらい挙げてるんですけど、全部が全部ねそうだなとは思わないと思うんです、読んでいただいても。でも1個か2個ぐらいは、あ、いや俺もねこの問いは本当にそうなんか疑問なんだよねっていうのはあると思うんです、うん、はい、で同じ疑問を持ってるってことが分かると、あ、同じ疑問持ってる、いや俺もそれを信じて、あのおかしいなと思っててさ、うん、って、っていうとこう対話が始まると思うんですよね、うん、共通の問題意識があるので、はい、そうするとこういろんな意見とか情報や知識を交換し始めると思うんですよ、自然に対話に通じて、うん、そうするとこうみんなこう今まで知らなかったことを知るようになったり、うん、そういう考え方もあるのねってなってって言って、こうそういう人がどん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 つながっていくと、多くの人がその問いを共有するようになって、そこからみんなが少しずつ望むようになれば、さっき言ったようにこう変わっていくかもしれないっていう。そういう世界観、やっぱり孫さんは起業家だからそういう世界観持ってるんですかね。そうだと思いますね。私はあの起業家っていうのはね職業じゃないと思ってて、生き方だと思ってるんですよ、うん、で起業家であるっていうことに僕はプライドがあってですね、それどういうことかっていうと、できるんだったらやるけど、できないんだったらやらないとかじゃなくて、できると信じてやるっていうのが起業家魂だと思うんですね。あ、うん、だからそういう人たちだから僕は それをこう成し遂げようとして、まあ、成し遂げた人も素晴らしいと思うんですけど、成し遂げてなくても本気でやってる人は美しいなと思ってるんで、そういう人を応援したいと思ってます。だからやっぱこういう考え方をするんだろうと思います。うん、はい、あの一方でですね、まあ、この本にホッブスのっていうのも書いてあったじゃないですか、はい、その例えばルールとか国家がないとみんながみんなと争いまくるみたいな、はい、そういう世界観って、まあ、証明はできないけどリアリティがある気がするんですよね。ありますよね。で AI が出てきた時に、まあ、よくベーシックインカムの議論では、まあ、みんながギャンブルし始めるとか、うん、あのいう話あるじゃないですか、はい、だから AI が出てきた時にみんながすごくクリエイティブになるわけじゃなくて、なんかダラッとしちゃわないかなっていう心配というかもあるんですけど、その辺はどうですかね。まあ、ダラッとしても、あるいは喧嘩し始めたりとか、うん、あ、はい、まあ、ダラッとしたり、うん、喧嘩するのもいいんじゃねって思ってるんですよ実は僕。なるほど、はいはい、なぜかというと人生って100年あるんですよ、はい、多分子供たちはもうちょっと生きるかもしれない、120年とか、そうですよね、はい、だって今ですら平均年寿命が日本では89歳か8歳ぐらいあるって、うん、平均が80、90ぐらいってことは軽く100以上生きてる人もいっぱいいるってことですよね、うん、だってあの残念なことに早く死ぬ人もいるわけだから、はい、ってことは私たちですらもう100年は生きるんですよね、うん、結構長い100年って。そうですね、確かに、はいはい、なのでまあ長い人生の中でね、もうなんかもうだらけまくった5年とか10年があったって構わないと思うし、確かに、うん、喧嘩に明け暮れたねでそれで痛い目にあったっていうのもあってもいいと思うし、なんかいいと思うんですよ。なるほど。なんか飛行に走ったりぐれたりしても、はい、でもなんかそれも含めてみんなが同じようにぐれるとか、みんなが同じようにだらけるってことはやっぱりないと思う。そういう意味で言うと、みんながぐれたり、みんながペシミズムとか悲観的になるとかっていうふうになると、確かにこれはまずいんですよね、うん、でこれは全体主義の社会がそうだった、うんうん、であれだけがまずいと思うんですよ。そうですよね、うん、はい、つまり多様性が大事っていうのはそういう意味なんだと思うんですよね。なるほど、うん、みんながわーわー言ってる時に、あ、別にいいんじゃないとかって言って、あ、なんか全然テンション低い人がいると。あ、確かに。でもそれはそれでいいんだと思うんですよ。確かに。むしろそういう人が言ったことで
なんかみんながわーって熱狂的になってて大変なことになった時に、いやなんか全然しらけてて参加してなかったから、なんかあれっつってこうギリギリ助かったみたいなことあるかもしれない。確かに、うん、はい、そうですよ。なんか AI が全部仕事してくれた時に、はい、突然変な独裁者が現れて、はい、なんかわーってみんな巻き込んだ時に何人かダラッとしてる人がいたら、まあ、その社会は安泰ですよね。そう、全滅はしない、全滅はしない確かにそうですよね。ただね、僕実際に思うのは、はい、AI の暴走っていうので、うん、とんでもないことが起こるっていうのは、はい、多分間違いなく起こると思うんですよ。あ、そうですか、はい、独裁者っていう分かりやすい、うん、なんかヒトラーみたいな人が出るっていうことはなくて、はい、悪意はなんかあんまり誰もないけど、なんだか分からないが AI がたまたまシンクロしてしまって、もうもはや誰も止められなくなって、うん、制御不能になってとんでもないブラックアウトが起こるとか、うん、とんでもないこう災害に発展するみたいなことはおそらく起こると思います。例えばどういうシナリオが考えられるんですか？はい、もう本当にインフラが全部止まってしまって、うん、なるほど、全く動かなくなるとかね、うん、もしくはなんかこう狂った動作をするロボットが、はい、うわーってこう食料、うん、食料生産したロボットが全滅してしまうとかね、はい、うん、あの機能しなくなるとか、うん、なんかそういろいろなことが起こりうると思うんです、うんうん、でそれは怖いよねっていうこともよく議論されてるんですけど、最近こうふと思ったんですけど、はい、あの鳥インフルエンザが発生して鳥が全滅した、うん、はい、その結果ね卵がもうなかなか手に入らないとかあるじゃないですか、はい、とか、カリフォルニアで、強風で全部電線が倒れて、うん、鉄塔が、うん、全く電気が使えなくなったとか、はい、パンデミックがコロナみたいなのが起こったとかね、なんかいろいろ起こってますよね、うん、あれって自然現象だからまあ制御できない、はい、どうしようもないっていうふうになると思うんですけど、そこでいう AI の暴走っていうのも誰も予期してないし、うん、意図もしてないし、うん、でもなんかたまたまなんかおかしなことになって、はい、大暴走してしまう、うん、でそれでインフラが全部止まるとか、うん、食料生産が止まるみたいなことは多分鳥インフルエンザとか地震とか山火事とかと多分同じレベルの災害っていうことなんだろうと思うんです。うん、そうなってくるとちょっと危険だなと思うのは、自然災害は自然だからまあどうしようもないというか受け入れるじゃないですか。もちろんそれで被害が遭う方もいるので、はい、一概には言えないんですけど、やっぱり受け入れると。でも AI は厳密に自然ではないですよね、うん、厳密にはね。それを自然災害と捉えちゃうとみんなが慣れちゃうんじゃないかなと思うんですよね、 AI の暴走に。あ、また天気予報みたいに今日の AI の暴走はこの地域ですとか、うん、はい、はい、僕はそうなるんじゃないかと思うんですよ。あ、なるほど。なぜならね、はい、あのアルファ号が作られた時ですら、もうずいぶん前ですけど、ただアルファ号の開発者はあれなんであそこにパチってご意思を打ったんですかっていうのは分かりませんって言ってたんですよね。でもあれは棋譜を、これまでに残ってる将棋とか囲碁の棋譜を全部データを学習させてやったっていう意味では仕組みが分かる、はい、だけどもう GPT はもうその仕組みすらどうやって機能してるかわからないんですよね。はい、そうですよね。プレトレーニングされたデータをトランスフォーマーで見てるだけって、うん、そうですね。そこまでわかるんですけどね。はい。でもそ、はい、じゃあどれを何をどうやったらどう変わるのかっていうのはわからないです。もうすでに。はい。自然とは何ぞやって話なんですけど、うん、なかなか定義が難しいと思うんですけど、はい、人工の反対っていう言い方はしてもいいのかなと思うんですよね。ああ、なるほど。人間が作ったもの。はい、の対立概念、実は AI って人工知能ってよく言われますけれども、アーティフィシャルって言葉がついていますが、人間最初はね作ったんだと思うんですけど、途中から自分で強化学習とかをしたり、新しく自分で取り込んでいき、エネルギーも自分でソーラーとか風力で生成して、でそれで自律的に動くっていう風になっちゃった場合、何世代か進むともはや人間が作ってないと思うんですよね。そうですね、うん、そうすると人工じゃないんじゃないかっていう考え方もできると思うんです。自然と
言ってもいいかもしれないですね、その AI もある意味自然に近くなってるんじゃないかと、はい、なるほど、はい、そうなった時にちょっとこれもし間違ったら天気の子をちょっと思い出したんですけど、あ、はい、天気の子もそういうテーマだった気がするんですね。その自然現象にまあどう向き合っていくのかと、はい、仕方ないと思うのか神様の何かと思うのか、でもそれでも何かできるんじゃないかと思うのかみたいな葛藤があった、はい、僕もすごい好きな作品なんですけど、うん、どういうふうに AI の暴走もしょうがないやって流すのか、どういうふうにしていけばいいんですかね。例えば AI の暴走で大災害みたいなことが起こった時に、はい、こう完全にこれ人間が作ったものだっていうと、うん、その誰だこの AI の暴走を、はい、責任者出せと言って、はい、責任者を追求していくっていうのが、なんか一番こう機械のように思ってる、はい、うん、人間のそう作ったものとして製造させる責任があるっていう考え方ですよね、はいはい、うん、でも全く自然と一緒だからもう言ってもしょうがないよっていうのが多分対局だと思うんですけど、はい、まさにあの天気の子もね、はい、どうしようもないっちゃどうしようもないけど、はい、でもなんかできることもあるんじゃねっていうところで終えてるっていうのが実はすごく重要な態度だと思っていて、僕も全く共感する作品だなと思います。あ、うん、はい、それが AI になった時には我々は どの立場を取ればいいと思いますか。なんかできることはあるんじゃないか、あ、なるほど、っていうことは諦めはしないけれども、うん、できない時はまあしょうがないよねっていう、うん、まあ、要するになんか実はこの本で、はい、こんだけのその厚さのテキストをわーって延々と書いて、私は何が言いたかったかっていうと、はい、大体でいいんじゃないかっていうことなんですよ。なるほど、まあ、ゆるい感じでいいんじゃねっていうふうに言いたかったっていう、つまりその昨今ではね、その教育はもっとちゃんとしなきゃいけないんだとかね、はい、親は親として子供に対してきちんと子育てしてあげる責任があるとかね、はい、その結果なんか公立でいいのかな、インターナショナルスクールに行かせた方がいいのかなとか、うん、なんかどんなカリキュラムがいいのだろうかとかね、うん、会社で言うと人事評価はどうあるべきかとかね、そうですね、実力とか成果と忠実にこう合わせるパラメーターとかね、その評価軸を考えねばならんとか、はい、なんかどん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 こう正確に無比に突き詰め、精度を高くしていこうって突き詰めようとするんですけど、人間に関することに関してそれは不可能なんですよね、うん、機械だったらできますよ、その1秒間に何個作れるかとかね、コストパフォーマンスっていう評価軸で機械はいいんですよ。なんか機械なのにテーペロとかって可愛げがあるけどミスしまくるとか、うん、ふざけんなっつってこう、ね、機械にねそんなのは求めてないってなると思うんですけど、すね、はい、人間はテーペロってあってもそのペロがファンだから可愛いから買いに来るとかっていうファンがいるとかいう話なんだと思うんですよ、うん、だからこう正確無比に作ればファンがいっぱい増えるってわけじゃない、確かにっていう、はい、だからもう人間に関することは緩くいこうぜっていう、大体でいいんじゃないっていうふうなことが言いたいんです、うん、ただそれ言うだけだと何の説得力もないんでそうですね、こんだけの紙面を使ってそれをこうロジカルに補強したっていう、あ、ただそれが一番伝えなかったメッセージなんですね、はい、だからもうなんかガリ勉させても、うん、させたいならさせてもいいし、まあなんか親の責任があって、いやそんなね、そのあなたが思うほど子供はそんなに影響を受けてないからとかって言って楽にさせてあげたいんですよね、みんなを。なるほど、今チャット GPT 出てきて本当に真面目な保護者の人は、はい、チャット GPT 時代の教育とはとか、ああ、いかにうまく指示する、まあ、一種のエンジニアリングをどう身につけるのかみたいなこと、はい、いいプロンプトの書き方、プロンプトの書き方とかをもうツイッターで溢れてるんですよ。これやっぱりダメですかね。また同じトラップにはまってるというか、うん、興味があるんなら、はい、うお、これこのプロンプトいいなって言ってやるのもいいと思うんですけど、うん、はい、そのあんまり興味がない子供がね、うん、今はで親もなんか世の中でそう言われてるから、うん、やらせなきゃいけないのかしらって思ってる、うん、お母さんもね多分すごい焦ってると思います、いろんな人たちが。でもじゃあ本当にそれやらせたいの親としてって、うん、いやよくわかんない、別に絶対かって言われたら、うん、いやなんか私ね、あのお裁縫やってるから、実はうちの娘にもお裁縫を手伝ってもらえたら嬉しいから、うん、本当は洋裁とかね、お裁縫やらせたいなっていうのが本当はあると、うん、
だけどそれってなんか別に能力を高めることにならないから、そうですよ、ね、お金を稼ぐとかいうことにもつながらないから、はい、やっぱりまず勉強の塾が先かなって思ってるんですって言われた時に、いや それだったらお財布をやらせた方がいいんじゃないと、うん、別にやんなくていいんじゃない、別にチャット GPT のプロンプトの書き方なんて、うん、っていうことでいいんだと思うんですよね、うん、望んでるならやったらいい、うん、けど別になんたらやんなくていいよ別にっていう、うん、確かにそうです。まあ、それでお裁縫したりとか、あと釣りのやり方を覚えた方が、はい、かえって良かったりすることもありますよね。うん、みんなチャット GPT だ、AI だって言ってる、Web3 だとか言ってる時に、はい、お裁縫をやってると、はい、ビリって破れたって言った時に、誰もね、直せない。チャット GPT 聞いても。ね、はい、聞いても直せないって時に、さっとこう、ハリコセットとかやってくれたら、ありがとうってなると思うんですよ、ね。大スターですね。あの絶対そっちに行くなって分かるんですけど、はい、ただそのリアルに子供を育ててると、うん、その自分が子供が大きくなる間に実現するかが分かんないんですよ。それが怖いんですよね。だからまあとりあえずは、まあ、そうなるだろうけどまだちょっと先かな、じゃあとりあえず古いやり方で子供を教育しておこうと思っちゃうんですけど、それもいいんじゃないですかね。だって子供も100年、向こう100年生きるんですよ。そう、ああなるほど、2120年ぐらいまで生きるわけですよ、はい、今生まれた子は、うん、なんか親としてね、何かを提供させてそれが古かったかもしれんと、うん、でもそれせいぜい子育てするのって十数年でしょ、生まれてから、はい、まあ、大体中2、3ぐらいになれば、はい、もう親なんかめんどくせえとかって思ってるじゃないですか。自分もそうでしたからね、ね、たかだか十数年が百何十年生きる中で、うん、そんなになんかね、残念ながらこう時代遅れ的なことを子供にやらせとったとしてもパパのせいでね、私はこんなにひどいことになってたじゃないのって言われたら、人のせいにすなってこう俺は言いたいですよね。今からでもいいからやらんかやって言ってこう、僕もやるしねみたいな。確かに。あ、僕もやりですね。でもいいですね。そう、はい、うん。だって僕だってまだまだ今50なんですけど、うん、50年ぐらいはあるわけだから。そうですね。あと50年も長いなみたいな。長いですね、はい。50年後どうなってるんですかね。わかんないです。うん、だからこそ、もう好きなことをやる以外なくないっていうのがやっぱり結論になりますよね。あ、なるほど、うん。好きなことをやらない暇がないですよね。ですよね、はい、うん。好きじゃないことをやったって何の身にもならせんし、はい、AI と多分ほとんど取って代わられるし、好きでもないなら何のためにやるのじゃって、うん、誰得って話しかないっていう。そのよくある好きじゃないことをやるからこそ人は成長するんだっていう言葉はどう思いますか。ああ、はい、俺には意味がわかんないですね。だってね、イチロー選手とかね、大谷翔平さん君とか、彼らは好きなことだけやってるわけじゃないですか。そうですよね、うん、好きでもないことをやったからああなったのかって、あんまりそうは思えないんですけどね。あとこの冒険の書を読んでなるほどなと思ったら、休み時間の考えで、はい、まあ、あれも良くないですよね。そのもう決めてるから、うんうん、この時間あなた休んでいいよ、はい、ここはダメですよみたいな、俺のペースで休ませろっていつも思ってました。俺子供の時もあれも なんでそういう風になっちゃってるんですかね。いや、効率がいいからですよ、教える側が。結構飛行のテーマだと思うんですけど、まあ、それは効率いいっていうのと、あとクラスっていう単位、はい、また冒頭話に戻るんですけど、いろんな集団の人と過ごすじゃないですか、はい、これもやっぱり変なことだと思いますか、うん、僕はね、その多様性が大事っていうのはさすがにみんな言うようになったじゃないですか、はい、多様性なんかいらねえよって言ったらさすがに、ってこうちょっとドン引きする、はい、今いないですね。いないですよね、はい、クラスって同じ年の子だけしか入れてないじゃないですか。あ、なるほど。どこに多様性があるんですかねっていう。だからそのじいちゃんばあちゃんだって、ね、国籍の違う人だっていろいろいた方がより多様性があるっていうか、逆に言うと多様性がないと思うんですよ。あ、今の日本のクラスって。だからやっぱりこうそういった点でもなんかあんな風にクラス分けをする意味ってあんのって思うんですよね、まあ、効率性とかですよね、うん、だからいじめがなくならないっていう思いますかねと僕は思います、うんうん、じゃあそのクラスとかは例えば具体的にあの教育とかもプロジェクトいろいろやってらっしゃるじゃないですか、はい、こういう学校なら、まあ、これからの時代にもっとフィットするっていう何か構想みたいなのありますか。あの本当に思ってるのは過激なことを思っていて、はい、小学校とか中学校とかも全部いらん。あ、全部いらんと。てか年齢関係なく、うん、じいちゃんばあちゃんだろうが、ね、何人であろうが、はい、同じ興味がある人が集まっ
るっていうのだけでいいっていう場が作りたいんですけど、あ、はい、まあ、ちょっとそんなにラディカルなやつはいきなりちょっと作れないなと思ってて、はい、もうちょっと現実的な学びの場っていうことで言うと、こういうのがいいなって最近思ってるのは、あの大学って自分で学部決めて入学しに行って、はい、うん、自分のなんか取りたい授業を取っていくじゃないです か、はい、だからかなりこうなんていうの、自分の興味に合わせて取ることができる、はい、あれがちっちゃい子からできるべきだと思うんですよ。あ、なるほど、うん、てか逆だと思うんですよね。あ、なるほど、むしろ、うんうんうん、あのちっちゃい時はもう本当好きなことだけで、音楽が好きだったら音楽ばっかやっててもいいじゃんと、ね、なんか科学の実験が好きっていうのは科学の実験ばっかでいいよと、それで行きたいだけ行けと。だけど例えばなんか大学生ぐらいの年齢ぐらいになったら、むしろねそれだけやってると専門ばかになるから、もうちょっとリベラルアーツをね、あ、確かにそうですね、広くやっぱり知ってた方がこの複雑系の世の中の中で、はい、あの本当に自由な、うん、をより勝ち取ることができるようになるよっていうのは、それぐらいになればみんなそうだよねって思うじゃないですか、はい、思います、うん、だからね、これとかこれとかこれとかはちゃんとやらなきゃダメよっていう風になってた方がいいと思うんですよ、うん、だけど今は逆で、はい、国語算数理科社会とか取らなきゃダメよって言って、うん、これあんまり好きじゃない、いや好きじゃないとか言うんじゃありませんとか言って、はい、好き嫌い言っちゃダメって言って、うん、ずっとやって、やっと大学に行ったら好きなもの、そうですよね、自分で授業選んでやりますよね、はい、逆だろって思うんですよ。確かにそれ変ですね、はい、それを逆にすればなんかもうちょっと教育が良くなる気がしますね、はい、ですからなんか大学の仕組みのような、なんか小学校中学校とかね、あ、なるほど、うん、を作るってなった方がいいなと思うので、うん、もしね、あのそういう学校を作りたいっていう方がいれば、うん、あの一緒にやりたいなと思うんですけど、なるほど、はい、なんかそれ言える範囲に動いてるプロジェクトとかありますか？あのね、僕自身はね、はい、もっとラディカルなことをやろうと思ってるんで、はい、それはそれで動いてるんですけど、はい、ちょっとまだ今はちょっとそれを言い出すと、こうそれの説明するための前提としていっぱい話さなきゃいけないので、はい、また機会が来たら。分かりました、はい、ただ、まあ、それを置いといて何か構想があるわけですね、はい、あります、あります。分かりました、はい、やっぱり孫さんとして、まあ、この本でもあのやっぱいいなと思ったいろんな思想家の人の、うん、とてつもないアイデアが社会を変えてきたじゃないですか、はい、一冊の本だったりとか、はい、そういうのをやりたいっていうことですか、孫さん自身は。そうですね、うん、あのなんか別にこう歴史に名を残すような人になりたいとかいうわけではないんですけど、うん、やっぱりねかっこいいな、すごいなって思うんですよ、純粋に。なるほど、うん、でてかね、もともとはね、うん、あの誰だこの学校こんなにつまんなくしたやつはっていうので読みお前かお前かとか言ってこいつ悪いんだっていうふうにっていうのを探そうっていう、なんか捜査みたいな気持ちでいっぱい読んで回ったんですけど、読んでいくうちに、あ、この時代にこんなことを考えてたのか、え、ちょっと待ってよ、あの時代ってこういう時代だったわけだよねと、え、その時にこれこんなこと言ったのやばくないとかいうことを、その犯人探しをしてるうちにすごいなって思って感動したんですね。それでね、考え方が変わって、犯人探しからすごいんだよっていうのをこう伝えたくなったんですよ。なるほど、うん、でそうすると今の時代におけるおいて彼らがね、もし生きてたら多分違うことやるはずだなって思って、そういうふうに考えると、もし自分がルソーやね、ロックや応援やとかいう人だったりしたら何をするかなって考えるっていう、この問い自体がちょっと面白いなと思って、うん、それでこういう本でいろいろ紹介をしたっていう。なるほど。ですよね。その起業家の方ってよく例えばジョブスとかイーロン・マスクっていう名前を挙げるんですけど、はい、思想家っていうのは孫さん昔から憧れ、まあ、この本をきっかけに知ったんですか、それとも昔から割と注目してたんですか、ね、割と両方ですね。あ、両方、なるほど、はい、僕はね、幸いなことに、はい、あのスティーブ・ジョブズさん生前とかね、ユゲイツさんとかもあのお会いする、直接お会いすることができて、はい、うん、あ、なんかすっごい面白い人だなってやっぱ思ったんですけど、はい、すごい人っていうより、いや、おもろいわっていう風なのが実は第一印象だったんですよ、はい、全く常識的なことでもの見てないっていうのが面白いって思ったんですけど、そうやって見てみるとね、そのデュシャンとか、うん、シンランとか、うん、
そういった人たちはある意味もっとすごいかもしれんってこうちょっと思えて、うん、僕の中で思想家とか宗教家とか起業家とかって区別がなく、なんか同列なんですよね。でそれで言うとうちの父の話も書いてるんですけど、はい、先生の言うこと聞くなよみたいなことを言うっていうのも俺からするとすごいことだったんですよね当時は。逆ですよね普通は、はい、普通逆だろうっていう、はい、俺がね学校の先生に言うことなんか聞きたくないって言ったらバカちゃんと聞きなさいってこう言うはずなんですけど、うん、逆に言われてドン引きしたんですけど、うん、すごいなっていう意味では僕の中で全く同列なんですよ、あこの人たち、うん、じゃあアーティストも企業家も、はい、みんなすげーみたいな面白いっていう人、うん、今ってそういうすごい人って減ってますかね増えてますか。あ僕はね増えてると思います。あ増えてる、はい、あまり知られてないだけで、うん、なんですかねイノベーションの民主化っていうか大衆化みたいなのが実は水面下で進んでる気がします。それ面白いですね、うん、それはなんでですか。やっぱりね AI のおかげだと思うんですよ。あ AI が例えば創薬の分野ね、モデルナなんかもそれであっという間に作れたわけです ね、はい、ですね。あれ AI のおかげ、はい、それとか、私たちが応援しているところで言うと CO2 だけで作られたバッテリーっていうのを今開発してる人がいるんですけど、はいうん、それが完成するとねもう本当になんか世の中のバッテリーが全部置き換わるはずなんです。でリチウムイオンバッテリー使わなくていいってなるんですけど、はいそうなんで二酸化炭素だけでバッテリーになるのっていうと、うん、一個だけね大事な触媒があるんですよ、うん、でこの触媒が実はすごく高くて、うん、自然界になくてこれを作るのが難しくてコストが高かったんですけど実は火星探査車、うん、マーズローバーにも実は二酸化炭素電池ってもうすでに積まれてたんです、ね、10年以上前に、はいただ高かったんですよ。だから一般には普及しないって言ったんですけど、うん、3年前にですねブレイクスルーがありまして、うん、その触媒がめちゃくちゃ安く作れるようになったんです。それは AI のおかげなんですよ。あっていうふうにその、まあ、培養肉であれ何であれそのロボットであれ、うん、AI がどんどん発達するとうまく使うことでなんか魔法みたいな技術がこれまでだと作り得なかったような、が、うん、多分あらゆる分野でどん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 生まれるはず、うん、なるほど。だから若い研究者とか、テクノロジストとか起業家たちは当たり前のようにそうやって AI を使いこなして、うん、っていうようなものを僕たちが、うん、をなんかどんどん作り出してそれをもとにスタートアップするっていうふうにもっと大衆化していく民主化していくと思うんですね。しかも低年齢化もしそうですよね。子供から全然そういうアイデアが生まれてきそうですよね。はい、やっぱり私たちは常識があってそうですよ、ね、箱の中でしか物を考えられないんで、はい、子供たちはいい意味でそれがないから、うん、あれなんかこんなのをこんな風にしたらいいんじゃないとか言ってさ、何それっていう風になる可能性十分ある。あ、まあ、それこそルソーが言ってたことはそういうことだったかもしれないですよね。あ、なるほど、うん、みんなが今毒されてるこの大人よりも自然と高めてる子供が AI を使って社会を変えていってしまう。確かに、うん、そうなると本当の意味でまたルソーの思想が蘇ってきて、うん、新しい文脈ですごく光り輝くかもしれないですね、うん、そうですよね。いやなんかそれはすごいワクワクし、ワクワクしますね。あとやっぱりそのいい意味でいい加減にしていくっていうのは大事ですね。なんかダラッとっていうのさっき僕もネガティブな意味使ったんですけど、なんかそれも多分今毒されていて、はい、常に集中して生産性高めなきゃいけないと思ってるんだと思うんです、はい、そうやっぱり、ね、機械化された人間の考えがまだ残ってる、はい、だからそれもアンラーしたきゃいけない。そう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 、いや分かりました、ありがとうございます。いやこれやっぱり面白くてこの辺はやっぱりティーネイジャー向きだと思ったんですけど、このアンラーンっていう文字があるだけでもう大人が読んだ方がいいっていうメッセージもなってて、はい、いいですよね。わかりました、ありがとうございます。これでちょっと最後何か今後の孫さんとか、はい、最後一言、はい、ぜひ。そうですね、はい、実はこの本を書く前に、うん、はい、自分が本にするつもり全くなく好きだからずっと探求してたんですよね、うん、はい、でその時にたくさん文章を実はこれの 3,4 倍書いたんですよ、はい、でそれの中で、この文脈で伝えられるやつをこうピックアップしてこうリミックスして書き直したのがこれなんですね。なるほど。ですけど実はまだまだいっぱい
考えたことがありまして、でそれもそのまんまでは使えないんですけど、ある意味僕の大規模言語モデルなんですよ。ファウンデーション、はい、でここから取り出して、もう一冊次書きたいなって思っています。なるほど。でそこはもともとやっぱりずっとやってきた、うん、その経済人としての自分とかで、うん、その経済のこととか格差のこととかに対して徹底的に掘り下げたことがあって、うん、あとテクノロジーのことについてとか、うん、でその辺をですね、こうなんかちょっとまとめてみたい気持ちが今あって。あ、面白いですね。それを書いた後はこの2冊の中に書いたことをもとに、なんかプロジェクトをね、ドーンって始めたいなっていう構想がぼんやりあります。いいですね、うん。その本はもう書き始め、まあもうあるのか、その文章はあるんですか、ね、ある程度はありますけど、はい、なんかこう、もうちょっとこう、これをどういう文脈でまとめようかっていうところは、うん、もうちょっと考えようかなって思ってます。はい、いや、それワクワクしますね。はい。いや、すごい楽しみにしてます。またそれが出た時に、はい、おそらくその2冊で何がやりたいのかっていうのも、またより具体的なビジョンとして、 こんなことがやりたいんですって、はい、多分言えると思うんで、うん、まあ、それをなんかまた一緒にお話していただきたいなと。ぜひまた来てください。タイトルとは決まってるんですか？タイトルはまだ決まってません。はい、わかりました。頭にはあるけど。頭わかりました。じゃあ楽しみにしてます。はい、はい、ということで今回ピボットブックダイジェストは冒険の書をお書きになった孫泰蔵さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。孫泰蔵と申します。私は普段ですね、シンガポールを拠点に、世界中でですねイノベーションを起こすようなスタートアップ及び起業家を、応援することを通じて、少しでも社会を良くしたいというふうな思いで、いろんな活動をしているんですけども、まあ、その中でですね最新技術に触れる中で、まあ、昨今のチャット GPT のような AI がどんどん発達してくることによって、世の中がガラッとこう変わっていくということに気がついてですね、その中で私たちはこれからどう生きるかを考える時の糸口みたいなものを私が自身がいろいろ考えたことをまとめました。できれば、皆さんの息子さんや、娘さん子供たちに読んでもらえたらと思っています。